の辺は開けてて、テントを張るには最適の場所。ぷん、よしよし。ふぅ、さーて、下見はこの辺にして、アンズが持たせてくれた弁当でも食べるか。おー、サンドイッチと、サラダか。唐揚げにしてくれって言っとくんだったな。まあいいや、いただきまーす。いやいや、こんにちは。私もここで休憩してよろしいですかな。おお、こんち。うわー、嘘だろ。サンタクロース。おお、よく言われます。あ、この白髪と白ひげのせいなんでしょうね。おお、なんだ、人間か。脅かすなよ。もちろん自由に休憩してくれて全然構わないぞ。ありがとう。どっこいしょっと。さて、気を取り直していただきます。あ、なんだこのじいちゃん、めっちゃこっち見てるけど。あ、もしかして腹ペコなのか。でもこのサンドイッチはアンズがたまに作ってくれた大事な昼飯だし、やるわけには。 いかんいかん、タマはもうちゃんと分けっこするって決めたんだからな。うん、じいちゃん腹減ってるならサンドイッチ一緒に食べるか。それはそれは、ご親切にどうも。でもできれば私はそちらの方が。え、サラダが食べたいのか。変わってるな。別にいいけどさ、ほら。ありがとうありがとう。うまいうまい。そりゃよかったな。じいちゃんも一人で山登りに来たのか。うん、ええ、私は若い時から時折こうしてこの山で散歩をするのが楽しみでしてね。しかし昔に比べるとこの辺で見られていた野生の動物も少なくなって、寂しい限りで。なくなったんだろう。さあの、何か過ごしにくくなった理由でもあるのかもしれませんって。なんか寂しいな。あ、すみません、お嬢さんを暗いお顔にさせてしまって。美味しかった。ごちそうになったお礼に、この慌てんぼうのサンタクロースから一つお礼を。これにね、この山の秘湯の場所が書いてあります。よかったらどうぞ。え、この山に温泉があるのか。そんなの初めて聞いた。おお、それはそうでしょう。何せ秘湯というくらいですから。教えてくれてありがとう、じいちゃん。タマはドイタマコって言うんだ。私はメイちゃんと、キャンパーさんや登山家の人たちから呼ばれておりますよ。メイちゃん、にゃっはは、ずいぶんかわいい名前だな。人はね、頂上付近にあってとても景色がいいんです。楽しめるといいですな。うん、友達誘って絶対行くよ。またな、めいちゃん。はい、また。本当にあなたとはまたお会いできそうな気がします。というわけでだ。最初はキャンプに誘う予定だったんだが、この週末はみんなで人を探しを
山奥なんて大変なんじゃないですか。秋とはいえ標高が高いとかなり寒いでしょうし、それに今の時期って冬眠前のクマが冬支度で餌を求めてさまよってたりするんじゃ。まさかこんなに心躍る企画に反対意見が出るなんて。あら、私は賛成よ。山は特訓にうってつけだし、登るだけでも足腰が鍛えられるもの。そうだな、鍛錬で汗をかいた後で人音やらに浸かれば疲れも取れて一石二鳥だろう。おお、やっぱそう思うだろ。タマもそれを言おうとしてたんだよ今まさに。嘘ばっかり。どうせあんたは最初から何も考え…赤峰、なんで泣いてるのよ。タマ子が見知らぬ他人に食べ物を分け与えてあげたなんて感動。思えば一口ちょうだい事件を経てタマちゃんも成長していたんだにゃ。クーさん、いかがでしょう、タマ子さんのご提案は。この手がかりってこのヨレッとした手書きの地図だけなんでしょう。もし見つけられなかった場合、この人数で山をさまようことになるかと思うとちょっと。大丈夫だって、キャンプの用意もして万全な装備で行けば絶対楽しいし、それにめいちゃんの気持ちを無駄にするのは勇者としてどうかと思うぞ。そうですよね、せっかくご厚意で秘密の温泉を教えてくださったんですから。うん、私も行きたい。自然の中の温泉なんて初めてだし入ってみたいもん。私も。右に同じ。これまでのところ賛成の方が 1,2,3,4、 反対の者は私と一緒に秋の素潜り竜宮城探しツアーにでも。はい、山がいいです。温泉探しに行きたいですし、スズメは山の方が似合う鳥なのでして。チュンチュン。じゃあ反対の人は何人。しーん、いないみたい。秋の山は木の実や果物も豊富だし、きっとエンジョイできるわ。歌のは温泉よりそっちが楽しみみたいだね。それなら今年の秋は人を探しに繰り出すってことでいっか。お姉ちゃん、なんだよ。誰、宇多野さんの木の実や果物というお言葉に誘発されたようですわね。理由なんて何でもいいですよ。やった、みんなで山登りだ。おっと待った、銀よ、はしゃぐのもいいが、楽しい登山は安全があってこそなんだ。怪我したり具合が悪くなったら台無しだから、決して準備を怠ってはならん。はい、すみませんでした。やっぱタマ子さんはすっげえな。おやおや、ミノさんのタマ坊に対する評価が上がってござりまするな。え、別に上がってませんよ。ずこー、もともと目いっぱい尊敬してましたもん。それを再認識したってだけです。にゃっはっは、お前ってやつはどこでそんなよいしょ覚えた。え、なんでこっち見るの。私教えてないから。専門店なんてあるんだね。見たことない、何に使うのかわからない道具がいっぱい。あ、これってカラビナじゃん。鍵をベルトにぶら下げるおしゃれグッズよ。いえ、それはもともとクライミングの時にロープとハーネスをつなぐ道具なんです。そうだったの。へえ、銀ちゃん詳しいんだね。えっへっへ、あたしもタマ子さんに教わったんです。今回は岩山じゃないんで必要ないかもですけど。何にせよ山のことはたまに一任するのが良さそうね。頼んでいいかしら。もちろんだ。たま
マに任せたまえよ。でしょ？おーい、アンズ、タマの名ゼリフを取るだよ。おお、この靴下はとても厚みがあってどっしりとしています。なぜでしょう？おい、それはな、防寒対策もだが、山歩きで疲れる足の裏やふくらはぎの疲労軽減用だ。おや、真鍮製スキット、これってお酒入れる容器だよね。山でまで飲むわけ？大人って。あくまで寒さ対策にな。ほれ、セントバーナードが首に小さな樽を下げてるだろ。あれも中身は酒。遭難した時には寒さが一番体力を奪うから、いざという時には酒で体温を上げる必要があるんだ。まあタマたちは子供だし、雪山に行くんじゃないからそこまで考える必要はないが、豆知識な。勉強になるな。タマ子の知識はすごい。そうね、正直こんなに詳しいとは思ってなかったわ。見直したわタマ子さん。私にもマウンテンアタックの心得を教えてプリーズ。マウンテンアタックの、それってつまりビバークの。違います。分かっております。はい、ここはふざけんと、うちらもよう勉強しといた方が良さそうやな。そうですね、巫女の修行場は山に多くありますし、これを機に学んでおくのが良いかと思います。日頃清廉な巫女から白い目で見られがちなタマ子さんの株が上がりつつある後期。こらー、気の抜けたこと言ってると危険に陥るのが山なんだぞ。山をなめるんじゃない。あらまあ、縁も竹縄な時に限って。いえ、宴会は催していませんが、出撃。やりました。雫を出す間もなく楽勝。国土です。数体の素早い個体が北へ向かって逃げたようです。すぐに追いかけてください。はあ、逃げた？全然分かんなかった。誰か見た？いや、全然。相当素早いやつだったみたいね。頭が。人って言うと山の方だな。あの辺はなだらかで初心者向けの山が多く、練習にも。あはあ、なんか戻ってきた。やっぱジェミニーだ。タマ子、今余計なことを考えていただろう。山もだろうが戦闘もなめるんじゃない。返す言葉もない。タマが恥をかかせたバーテックス、てかジェミニー、許さん。というわけで、今日は人を探しの練習を兼ねてトライアル登山である。何がどこがというわけなのか、このミロクしか理解していない様子。いや、ロックかて理解してへんやろがい。トライアル登山って何なん？つまりですね、週末の登山に備えて低めの山で予行練習しとこうってことですね。ああ、山登りの経験値が低い私にはそれとってもありがたいよ。そういうその子もみんなもほとんどスニーカー履いてきたのか。何か問題？いや、何のために登山用具を見に行ったんだよ。低いとはいえ山は登山靴推奨だぞ。岩山でなくてもそれ必要なの？ああ、木の根っことか石ころとか凸凹を踏むと足首ひねるかもだろ。
でもそこのしっかりした登山靴なら多少のものを踏んでも足首にまでは影響がないんですよ。よし、これからトライアルを行うが、水分はこまめに補給できるようにしてあるか？無論よ。塩飴も持ってきたし、東郷なんて大量の梅干しを背負ってるわ。ハルデ、ハルデ、だってユーナちゃんの具合が悪くなったら大変だもの。当然でしょ。ありがとう東郷さん。こらこら、隊列を崩すな。若葉とフーは最後尾、カリンや芽吹きが一番前で、その後はアヤ、ヨシカ。そんな細かく決まってるの？喋って歩いてたらいつの間にか入れ替わっちゃうよ。最も体力のあるリーダーが最後尾を歩けば、遅れてたり疲れてる人を把握しフォローできます。で、前にいるサブリーダーは先導をしつつ、背後の最も体力のない人にペースを合わせて歩くんです。そういえば前の方は三好さんと楠木さんを除いてニコから順番に始まってる。驚きましたわね。まさかタマコさんがそんな理論だった考え方をなさるとは。そうだろそうだろ、銀はタマの教えをよく覚えておるな。そろそろ免許改伝も考えなくては。あら、ねえ、この先って昨日バーテックスが逃げた方向じゃない？あっちが北よね。ああ、そうだけど、今日はそっちの中級じゃなくて見晴らしのいい西の初心者コースを登るんだ。ふーん、でも私は登山靴も履いてるし、塩飴も水も持ってる万全な状態だし、体力もある。それにサブリーダーには芽吹きがいるんだし、中級コースに挑戦しても構わないわよね。え、そっちに行きたい気持ちはわかるが、だったらもう何人か連れてだな。大丈夫よ、あんたの登山講座は邪魔しないわ。私は私でやるから、頂上で合流しましょう。じゃあ、え、あ、カリンちゃん歩くの早いな。もうあんな先まで行っちゃった。タマコ、我々はどうするんだ？土井さん、山ではあなたがリーダーなのよ。思うように指示を出しなさい。思うようにって言われても、うわー、カバ、リーダーってこんな時どうすれば？どうすればいいかはわからん。ただ私からは一言だけ、タマコ、迷うな。そうだよな。ふい、みんな、カリーも追うぞ。孤立は絶対ダメだ。ラジャー。きつい方の道から行って、みんなより先に頂上で待っていてやるわ。本当にそうですね。